利益を上げるための策略、経営戦略。おはようございます、マサルです。今日から経営戦略について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和2年秋問23、経営戦略と情報システム戦略の関係性の説明として、最も適切なものはどれか。あ、経営戦略と情報システム戦略はそれぞれが相互に独立したものとして策定される。い、経営戦略の内容を踏まえて情報システム戦略が策定される。う、情報システム戦略の内容を踏まえて経営戦略が策定される。え、情報システム戦略は IT 部門の戦略であり、経営戦略は経営企画部門の戦略である。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は、い、経営戦略の内容を踏まえて情報システム戦略が策定されます。それでは解説していきます。経営戦略とはサービスや製品を使って利益を上げるための策略のことを言います。経営戦略は経営理念、ビジョンに基づいて作られます。経営理念とは企業が活動する際の指針となる基本的な考え方です。例えばアパレル業界の会社であれば、本当に良い服を提供して幸せを届けるみたいなものが経営理念です。その下にあるビジョンは企業が目指す将来的な理想像です。例えばいつまでに業界シェアトップを目指すなどがビジョンに当てはまります。その下に経営戦略があります。ビジョンに向けてどのような活動をするのか、経営戦略を打ち立てます。そして経営戦略の実現を目的に情報システムを構築する情報システム戦略があります。この図が表すように、上から下に向かって抽象的なものから具体的なものになっています。上位にあるものに基づいて戦略などが決まっていくことを覚えておきましょう。それでは問題を見直します。経営戦略と情報システム戦略の関係性の説明として最も適切なものはどれか。正解は、い、経営戦略の内容を踏まえて情報システム戦略が策定されます。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和5年問7、経営戦略に基づいて策定される情報システム戦略の責任者として最も適切なものはどれか。あ、 CIO。 い、基幹システムの利用部門の部門長。う、システム開発プロジェクトマネージャー。え、システム企画担当者。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は、あ、 CIO です。ここでは CEO、CIO などの企業の重要な役職について勉強していきます。今から説明する役職の C はチーフ、最高。 O はオフィサー、責任者を表しています。2文字目にどんな文字が入るかで役職が決まります。一つずつ見ていきましょう。まずは CEO はチーフ、最高。エグゼクティブ、経営、オフィサー、責任者です。最高経営責任者と言われ、経営部門の最高責任者です。次の CIO はチーフ、最高。インフォメーション、情報、オフィサー、責任者です。最高情報責任者と言われ、情報システム統括の最高責任者です。次の CFO はチーフ、最高。ファイナンシャル、財務、オフィサー、責任者。最高財務責任者と言われ、財務部門の最高責任者です。次の CCO はチーフ、最高。カスタマー、顧客、オフィサー、責任者。最高顧客責任者と言われ、顧客に関する戦略の最高責任者です。最後の COO はチーフ、最高。オペレーティング、執行、オフィサー、責任者。最高執行責任者と言われ、事業統括の最高責任者です。これらの似たような単語を覚えるのは苦労しますよね。なかなか一度で覚えるのは大変なので、もう一度一緒に復習しましょう。CEO は何の最高責任者でしょうか？ E はエグゼクティブ、経営です。CEO は最高経営責任者です。では、CIO は何の最高責任者でしょうか？ I はインフォメーション、情報です。CIO は最高情報責任者です。では、CFO は何の最高責任者でしょうか？ F はファイナンシャル、最高財務責任者です。
では CCO は何の最高責任者でしょうか。 C はカスタマー、顧客です。 CCO は最高顧客責任者です。では最後 COO は何の最高責任者でしょうか。 O はオペレーティング、執行です。 COO は最高執行責任者です。一度で覚えるのは大変なので何度か反復しながら覚えてみてください。それでは問題を見直しましょう。経営戦略に基づいて策定される情報システム戦略の責任者として最も適切なものはどれか。正解はあ、CIO です。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回はせっかく CEO という役職を勉強したので日本の有名企業の CEO は誰なのか見ていきましょう。皆さんはソフトバンクグループの CEO は誰か知っていますか？ソフトバンクグループの CEO は孫正義さんですね。ではユニクロや GU などのアパレル事業を展開するファーストリテイリングの CEO は誰でしょうか？ファーストリテイリングの CEO は柳井正さんですね。ではトヨタ自動車の CEO は誰でしょうか？トヨタ自動車の CEO は豊田章男さんと思った方は惜しいです。現在は佐藤浩二さんがトヨタ自動車の CEO です。ところでトヨタ自動車の創設者は豊田喜一郎さんと言います。どうして豊田さんなのに社名をトヨタにしたのでしょうか。その理由はトヨタのホームページで説明されていました。トヨタよりもトヨタの方が濁音がなく爽やかで言葉の調子がいいこと、そして双角数が縁起がいいとされる八角になること、さらに創業者の名字の豊田から離れることで個人の会社から社会的企業へと発展するという意味が込められているそうです。気になったことは調べてみると面白い発見がありますよね。皆さんも IT パスポートの勉強や普段の生活で気になることがあったら調べてみてください。それでは最後に復習です。経営戦略と情報システム戦略の関係性の説明として最も適切なものはどれか。正解は E、 経営戦略の内容を踏まえて情報システム戦略が策定される。次の問題、経営戦略に基づいて策定される情報システム戦略の責任者として最も適切なものはどれか。正解はあ、CIO です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。